会だ。本命凛です。失礼しました。寝起きで餅食べてるものでつい。どうです、このパジャマ？私らしい着こなしって感じ出てますかね？筋肉痛はトレーニーの食糧病みたいなもんですね。残すのかと見せかけて。テレビ見ながら食べよっと。中国では食べ残すことの方がマナーだというのは有名かもしれませんが、2020年代に入ってからはフードロスのこともあって国家的な見直しが図られています。習慣を変えるのは難しいことですが、難しいことこそみんなで分かり合って一緒にやることで変わっていくものなんだろうと思います。地域格差の大きい中国では、まだまだ食うに食えない町村もありますしね、多くの人の理解は得られやすいのかなとは思います。さて、シムズ4には特質というパッシブスキルがありまして、キャラメイクや建築の時につけられるものと、職業や種族の成長により獲得するもの、そしてこの報酬ストアで獲得できるものとがあります。ポイントを貯めるやり方ももちろんありですが、私一人でずっと生きていくわけではないですし、完璧生命体になる必要はないわけです。眠気知らずなんてもってのほか、コウマ館復興後の私の何よりの楽しみが変わってしまう。となると少しでも私の育成を楽にして、かつ本命凛らしくなるためには、これが良さそうね。ジム好きはエクササイズしても衛生状態が損なわれません。理屈は全く不明ですけどいただきましょう。よし、鍛えるぞ。よし、水分補給係としての評価は優秀だ。優秀な評価の時に特定の昇進条件を満たしていれば、キャリアアップができるんです。朝6時から家の玄関先でハードトレーニングする本。シムズの楽しいところは、生活シミュレーションゲームなのに生活リズムがめちゃくちゃでもへっちゃらなところだと思います。何時に起きて何時に食べて何時に寝ても基本的に大丈夫。結構これだけで爽快感すら覚えます。私が規則正しくなきゃって普段から思ってるからかな？まあ実際生活リズムがまちまちでも直ちに健康に害はないでしょうし、個人差もかなり大きいだろうから老後までずっとそういう生活で平気な人もいるだろうし、この世のあらゆる言説がそうであるように、誰にでも同じように当てはまる健康法はないですよね。餅ばっか食べてたら不快指数が上がった。作り置きしない方がいいのかな？お金はかかるけど。え？何ですか？私の睡眠サイクルは規則正しくないって？失敬な。毎晩毎昼欠かさず眠りについてるんですからね。つまり人の倍規則正しいわけです。偏った栄養バランスのまま今日も水筒当番。そしてロッカールーム当番に昇進。やりました。何の競技なんでしょうね。得意料理の餃子を作ってます。料理の腕前が上がった。必須スキルかと思わせて、現代文明の整ったシムズの世界では料理できなくても大丈夫だったりします。その辺はりかしリアルですよね。我ながら会心の出来の餃子だ。なぜか手づかみで食べる私。お嬢様が見たら叱られちゃうな。主要に昼も夜も関係ありません。漁師レベルアップ。ボクササイズか。より私らしくなれそうな主要ですね。早速置いてみよう。お金がないな。このゲームは電気代や水道代の請求が来るので、生きているだけでしっかりお金がかかります。お風呂結構入ってるので心配ではある。割と場所取るので外に置こうっと。部屋の中すっかすかだけどあまり屋内に合いませんでした。よしよし、順調になりたい自分に近づいてますね。殴るぞー。ペチン？ペチン？この王。強くなれるのかしら。ぐー、ぐー。悲しい。寝起きからそこはかとなく。よ、ご一緒？悲しみのパンダー？って、何？幸せなパンダを見たことがある人はいますか？って、何？ウェーン。意味わかんない。ぐすん、ズビ、ウォーン。涙が止まらないあるよ。モジーガジデー、このダイトキャップにデバフがー。呼ぶビタダダーンかガダジーカオドパンダらしい。うわーん。もう居眠りしませんからー。許してー。すん。テキパキ。よく寝たー。何は露天年。ホルモンバランスが悪いのかしら。まあそんな朝も体を動かせば心もそれにつられて良くなります。精神って思うほど高尚なものじゃなくて、体と密接にリンクしてるんです。メンタルヘルスは体から改善できます。悲しい朝は腕立てからだー。風防チェーン。